にちは、池田真子です。はい、今回はこちらの GU の購入品を紹介していきます。今回ね、デニムを1個買って、あとはね、全部トップスなんですけど、デニムなんでもちろんなんですけど、もうどのトップスにも合うので、実際着回しながら紹介していきたいと思います。で、トップスもね、またこれが可愛いのいっぱいあったんで、参考にしてください。じゃあ早速デニムから紹介していきます。はい、こちらです。ハイウエストスーパーワイドジーンズです。これは値段が2490円です。これはね、確か濃い方とこの薄いの2個あったんですけど、ちょっと明るい方がいいなと思ってこっちの色にしました。でね、これね、下が見てください、めっちゃ広がってるんですよ。デニムのワイドパンツって持ってなかったんで、ちょっと試しに買ってみました。いつもね、スキニーばっかで、今日履いてんのもさ、スキニーなんですよ。なので、たまにはね、ちゃうのも履いてみようと思って。でもポケットも前後ろ両方ついてて、結構ね、このデニムはなんかちょっと柔らかい気がします。こういうもんか。意外に薄めなんで夏でもいけそうです。じゃあ履いてみます。はい、実際履いたらこんな感じです。見てください、今日バーバズー、バーバーバー好きなんですよ。まあ、ハイウエストっていうことなんで、結構ね、足長効果もあると思います。でね、ワイドパンツなんで、結構さ、デニムってこう暑いイメージじゃないですか。スキニーとか履いてたらほんま暑いじゃないですか。今日もめっちゃ暑くてさ、汗びしょびしょだったんですけど、でもこれは結構ね、この足とデニムの間にこう空白が、空間ができてるんで、触れへんから涼しい。まあ、外い実際行ったら分からんけど、結構楽ちんやし、これめっちゃいいです。で、 T シャツもね、インしてきてもいいし、ちょっとこんな感じで軽く入れてね、ダボっとした感じで着てもいいし、アップで見たらこんな感じです。身長159センチで今 S なんですけど、丈もね、下に擦れずちょうどいいぐらいの長さです。はい、で、次からトップスなんですけど、トップス1個目がこちらです。リブキーハートネックティーです。で、これお値段がね、990円です。すごくないですか。結構ね、GU でその990円のトップスがいっぱいあって、それでね、これがこの黄緑なんですけど、気になって買いました。はい、で、色がこんな感じなんですけど、ちょっとね、蛍光っぽい感じの黄緑です。で、よく見たらリブが入ってて、で、この首元ね、ここがちょっとポコって女性らしい感じになってますね。はい、ちょっと色が飛んじゃうんで暗くしました。実際着たらこんな感じです。ここの首元が開きすぎひんくて、なんかちょうどいい女性らしさみたいな出る感じがいいですよね。で、袖もね、ちょっと若干長めなんで、二の腕もバッチリ隠せます。はい、で、このトップスがね、さっきのデニムとももう相性バッチリです。もう迷った時はデニム着ればいいんですよ。結構ね、上がなんか女性らしい感じなんですけど、下がね、ワイドパンツでちょっとかっこいい感じなんで、大人着でかっこいいみたいな。下によってね、結構そのイメージも変えれると思います。スカートとか履いたらもっと綺麗めになるし、なんか真っ白のスカートとかも合いそうですよね。黒とかでもいいし。このトップスはね、この色しかなくて、ちょっと売り切れやったんかは分かんないんですけど、この黄緑が好きな方、探してみてください。で、次こちらです。エアリーシャツ、これはお値段が1490円でした。生地的にはザラザラテロテロしたような感じの素材になってて、この色味が可愛いなと思って買いました。色はね、他にもブルーとか黄色とかもあったかな。ちょっとこの茶色がかったオレンジというか、赤みがかったオレンジというか、結構濃い色がね、いいなと思って買いました。袖はね、ちょっとロールアップされてて、後ろはこんなデザインです。で、下はちょっとラウンド型になってます。はい、着てみたらこんな感じです。これね、こうやって締めてきても可愛いと思うんですけど、私あんまりね、首が詰まった服が似合わへんっていうことに最近気づいて、まあ、ちょっとこうやって開けて後ろに下げて着るのが可愛いかなって思います。なんか結構シャツってさ、もうほんまにシワ行きやすかったりとかするじゃないですか。なんですけど、この素材はシワが行きにくそうで、実際買って持って帰ってってしてもね、シワが全然ついてないんで、こういうのは嬉しいなと思います。はい、これもさっきのデニムと合わせたらこんな感じです。もう全然合いますよね。ちょっと前だけインしてね、緩い感じで着たんですけど、普通にスニーカーとか合わせてもいいし、ちょっとゴツめのサンダルとかでも可愛いと思います。あとはなんか着心地もね、いい感じで気に入りました。やっぱりなんか夏はね、こういう風なちょっと派手な色物とか欲しくなったりしますよね。はい、で、最後ね、色違いの T シャツ買ったんですけど、こちらです。スムースティー、お値段が990円です。出ました、プチプラ。
はい、で形はこんな感じなんですけど、首元がね結構しっかりしてて、生地はねなんかすごい表面滑らかでちょっと厚めの生地になるんですけど、結構プチプラの T シャツでもくしゃくしゃになりやすいものとか薄っぺらいのとかあったりするんですけど、これはね全然高見えするなと思って。なんかユニクロにもこういう系なかったですか？でちょっとねクリームっぽい色とこちらの真っ白の方を買いました。でこれ試着するときにサイズをちょっと S と M で迷って、で S と M って書いてるやつをカゴに入れて試着しに行って、実際着たら S と L やったんですよ。 M って書いてたのに、でうわーと思って、間違えたと思って、そういう引っ掛けパターンかみたいなって思ったんですけど、実際そのままもういいやと思って着てみたら、その L サイズがもっと可愛くて、で結局 S サイズと L サイズ買いました。こっちが L です。形的にはもうシンプルな四角の T シャツです。はい、まず白の S サイズ着たらこんな感じです。まあ、これサイズとかこのちょっとのさ違いの色でもねだいぶ印象変わるんですよ。ちょっと楽しみにしていてください。はい、インしてきたらこんな感じで、やっぱ白やとね爽やかなイメージになりますよね。これでなんか色物のアクセサリーとかスニーカーとかバッグとか何でもいいけど、ちょっと色足したくなる。でこの T シャツちょっと生地はやっぱ厚めなんですけど、なんか着心地も気持ちいいんですよね。表面がちょっとツルツルしててなんかツルツルっていうか滑らかな感じなんですよ。結構しっかりした生地なんで、これはね長く使えると思います。はい、じゃあ次ナチュラルの方のカラーの L サイズを着てみます。はい、実際着たらこんな感じです。はい、色が違うんで爽やかさっていうよりもちょっと落ち着きな感じだと思うんですけど、サイズがでかくなるとね肩の部分がちょっとこうストンって落ちるような感じになって、これがまた可愛いなと思って L サイズにしました。でさっきから同じデニムと合わせてるんですけど、こっちの色で着るとさっきはちょっとこう上がねタイトまではいかないんですけど、メリハリのあるような感じに見えたと思うんですけど、今回結構ねトップスがダランとしてる大きめなんで、もうちょっとこう馴染むというかゆるい、あんまりこう気合が入りすぎてないようなリラックスコーデみたいな感じ、ちょっと言ってみたかっただけ。さっきのちょっとね小さめのトップスやとちょっとカチッとした感じのバッグとかでも合うと思うんですけど、こういうちょっとゆったりした時はなんかもう普通にトートバッグとかちょっと大きめのリュックとかも合うと思うし、なんか全体的に緩い感じにしたいなって思います。はい、そんな感じです。ということで今回は GU の購入品を紹介したんですけど、やっぱりトップスもねこのデニムもそうやし、プチプラですごい着回ししやすいアイテムがいっぱいだと思うんで、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。ほんまにこのデニムはちょっとね今までこういう感じ全然履いてなかったんで、またいろんなトップスと合わせていきたいなと思います。他にもねたくさん新作の可愛いアイテムがいっぱい出たりしたんで、ぜひ GU に行ってみてください。そしてこの動画を見て楽しかったなとか参考になったなって思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。あと Twitter と Instagram もしてるんで、そちらもぜひフォローお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。